ダニエルの触媒をですね、シーズン10が多分区切りなんでね、こうなんとか良いプレーでやってまいりたいと思います。このティップスももう見飽きたな。あ、大きいのからやるとなんかちっちゃく見えんな。あ、結構ボールの数結構シビアだぞこれは、ね、ちゃんと狙っとこ、もう気にしないとこ。 OK OK、 あと1個か。やったやったな。リトライ。すいません、こんなとこで。よいしょ。 OK。 おお、当てたかったな今のは。結構距離あるんだなこれ。おい、やっと2個か。いけるかな。ナイスシュート。まあ、いっていける。うまいね。読んだね、今のは。ダニエル経験値かなり役立っておりますね。ダニエルのカンカン、第2試合。審判、これ結構真ん中に強力なのいそうだな。あ、回転ってそれか。何やろうが。よし。天気悪いのはこれ気のせい。おうね。よっしゃ。真ん中。真ん中行こう。当たったか。ぶねえ。危ねえな。これ真ん中難しいな。真ん中難しいな。うっつ。危ねえ。今指を出して引っ込めたんでちょっと低くなっちゃった。邪魔すんなよ。何いる、邪魔すんなよ。いやー、いけるんじゃないかな。大丈夫です。この次でクリアをいたします。OK、ナイス。ナイスショット。あくびしてんねそこで、お前。いや、邪魔だな、真ん中やっぱ。この野郎、ハゲ頭め。いやね、真ん中難しい。怖いな審判が。あー、避けちゃった。審判をちょっと避けちゃいましたね今ね。我慢。ダメか。奇跡起これ。起こない。起こる感じもしないな。真ん中が結構ね難しいですね。真ん中から狙おうか。はいよ。まっすぐ行ったらいいかな。タイミングめっちゃ難しいな。ちょっと長いんだな。OK。お前ナイスアシストしたな今。お前はダメなやつだな。OK。よし、なんとか。あんな今空振りした。OK。左を狙います。やぶねえ、審判に当たったかと思った今。ちょっと手こずっちゃいましたね。いつも何邪魔ばかりしてごめんなさい。なるほど。はい、これね必ず後で僕書くんで、ちょっと今は黙っててくださいね。お世話になってますからね。ダニエルの便座いきます。あ、新しいダニエルじゃないかなあれは。なんか動きが、あ、いつものこいつか。これ簡単っぽいですけどね。的も大きいし、何なんだろうこれ。難しいのかな。球数もまあまあ余裕ありますよ、3球なんで。お前が、これはもしかしてボーナスステージ。ちょっとあくびしてびっくりしたね今。伸びるないきなり。これは結構楽なステージでしたよ。ダニエルのなんだ、爆風。難しそうだな。左から狙うのかな、もしかして。
ちょっと左か。回るね。OK。ちょっと君たちをどうにかしよう。ちょっと飛ばないでくれますかね。狙っていきます。阻まれた。OK、ナイスシュート。ナイスショット。お前、これ2球でいかないとダメだな。あーっと、伸びた。ダメか。これ、一回リタイアしておきます。すいません。ちょっと難しいですね。大きくしてもいいかな、ボール。まあちょっと、まずは。ありがとう。ナイス。ナイス、ダニエル。お、やめて。やった。やめた。やったな。オッケー。しょうがない。そういうこともある。あ、今危なかったね。抜けて当たっちゃいそうだったね。お、なんだ、ダニエルの当てるつもりは。ナイスショット。もう巻いて狙おうかな。後ろ。まあいいか。ダニエルラッキーコンボ狙います。ダメか。 OK、 2球で狙いますね。あれも、うわ、審判来てビビった。この狙いでいいかな。当てて、よっしゃ、危ねえ。ギリギリやったね、今ね。危なかった。ありがとう。次、第5試合、ダニエルの劣化。このなんか似たような感じだな。まあ、左からですよね、おそらく。ちょっと、しまった。困るよ、そんなの見せてもらっちゃね。右狙います。結構低いな、あそこ。結構低いんだよ。お、ちょっと待って、下手くそすぎる。あ、すいません、ちょっとボールが足りないんでリタイアしますね。第5試合、すいません。おれい、下難しいの。 OK、ほんのちょっとだけだな。何やってんだ。どこやった今。これ左から狙わないとダメだ。よし、チャンス。のけ。オーケー。いいぞ。ダニエルの劣化。だんだん調子が出て、あ。あんまり頻繁には出てこないでください。39、40も間近ですね。ダニエルの想像すげえ心配いるな。大丈夫かな。あー、結構これでかくした方がいいかな。ちょっとやってみますね。距離が、わかりました。中程度だ。あー、これ難しいな。大きくした方がいいな。何、OK。 あ、そんなに曲がんないだろう。すいません、もう一回リタイアで。ここはね、おとなしく、あ、ちょっと待ってね、右の方大きいと難しいかな、狙うの。すごい大きいと難しいですかね。枠に当たっちゃったな。右上、ここ小さい方が狙いやすいかな。今いいコースだったのにな。ナイス、右上にホップさせたぞ。これはいいぞ。グッド、グッドですよ。なかなか難しいですね、この辺ね。7試合、ダニエルの水鏡。これなんか見たことある水鏡だな。車輪でしょ。ねえ、抜けたか。 OK、 OK、 これもそんなにかからないと思います。
あれ、バカになった。オッケー、決めます。何やってんだ、調子ぶっこいてしまったな。あ、弾はまだまだあるな。オッケーオッケー、やっぱ休み時間じゃないけどもポチポチやっといてよかったな。頑張れ。オッケーグッド、オッケー、ストレートボールでいきましたね。ナイスショット。シーズン10、ついに目標のシーズン10のボスまで来ましたよ。第8試合ダニエルの中立、おいっぱいなこいつ。ボスの音楽が流れて、うじうじね。とにかくちょっと面白いんでビッグボールいきます。僕の大好きな真ん中掘り込みますよ。うれうれきた。ちょっと楽しいなこいつらが一掃できるときって。ダニエルこの野郎、あ、これはもう大丈夫でしょ。片付けようかあいつらを。ちょっと一応左上に狙っておきますね。ナイスショット。ダニエルを倒しておきます。 OK、 はいよー、ゴキボール楽しいな。はいよー、どうも。あ、クリティカルで決めたかったけどな。ここも大きいボールだったらそんなに難しくなかったですね。はいっと、威力40になった。なるほど、シーズン10まで来たのでご褒美があるということですね。何がご褒美かな。あ、スキルが回復されます。クリア時の報酬が2倍にか。なるほどね。これゴールドってなんかに100円で立つのかな。ご褒美ってなんかあんのかな。新しいスキルが解放されたね。慣れ慣れしなこいつ。初回はプレゼントありがとうございます。クリアした後が楽しみだね。なれなれしね。ゴールド集めて、あ、ゴールド集めたらこの経験値ですよね。これぐらいなのかな。ゴールドでは買えないんですねこれはね。メダル、この、あ、これ3075で買えるんだ。これ経験値アップさせないであれを買っていけば結構スキルがいろいろ使えたんですね。なるほど。まあ、とりあえずね、10までクリアしたので目標はね達成できたかな。これ20まであるんだろうな多分な。とりあえずここまでいいかな。ダニエルシーズン101から10までね、クリアしてまいりました。お疲れ様です。